ロンドンを走る、無心論者、バスキャンペーン広告バス無心論者、バスキャンペーンは、イギリスから始まり世界に広がったバス広告キャンペーン。キリスト教福音派の団体 jesusaid.org が組織した、非キリスト教徒は永遠に、地獄で焼かれるという、バス広告に反応する形で、コメディ作家、アリアン・シェラインによって2008年10月21日に、 発足した。英国ヒューマニズム協会と、神は妄想であるを表した、生物学者、リチャード・ドーキンスの支援を受けている。当初のキャンペーンの目的は5,500ポンドの寄付金を集め、2009年はじめに4週間、30代のバスに、スローガン、神は多分存在しない。もう恐れるのを止めて、人生を楽しみましょう。を掲げて走らせることであった。その後、 リチャード・ドーキンスが5,500ポンドの寄付に同意したため、目標額は1万1000ポンドに設定された。募金額は開始当日の午前10時に目標に達し、同日中に4万8000ポンド、10月24日、夕方までに10万ポンドを超えた。募集は4月11日に終わり、総額は15万ポンドに達した。最初のバスは2009年1月6日に運行し、800台が、 走っている。また、著名な無神論者から引用した線の広告ポスターをロンドン地下鉄の駅に貼り出すことも計画されている。また、ロンドン中心街のオックスフォードストリートに2つの大きな液晶スクリーンが設置された。バスの運行が目標をはるかに上回ったため、現在は英国ヒューマニスト協会のより一般的なキャンペーン、ザ・ネクストストップが募金を受け付けている。 このアイディアは2008年6月にガーディアン紙のコメントイズフリーでアリアンシェラインから表明された。シャリンは jesusaid.org の広告に不満を表明し、投稿で無心論者にこの広告へ対処するよう訴えた。このアイディアはウェブサイトプレッジバンクでの署名と募金につながり、8月には主流メディアのいくつかで取り上げられた。その後、 英国ヒューマニスト協会が公式の支援と募金の管理を申し出た。シェラインはそれからリチャード・ドーキンスに協力を求め、ドーキンスは5500ポンドの支援を申し出た。この話題は世界各地のメディアの注目を集め、タイムズの記者は卵の広告以来、これだけ大きなインパクトをわずかなコストで成し遂げた例はないと述べた。この広告へはいくつかの反対があった。 イギリスの広告基準講談には1月21日までに326件の抗議が寄せられた。クリスチャンボイスのスティーブン・グリーンは規則に合致するためにはそれが実証されなければならないと指摘した。バはこの抗議に裁定を下すなら ASA が神が存在するかどうか判定してはどうかと提案した。ASA は1月21日に広告は 広告主の意見の表明であって実証できなかったと判断した。彼らはまた広告が多くの人々の信念と相入れないが深刻なあるいは広範な罪を引き起こさないと述べた。また、カンタベリーの前代主教、ジョージ・ケアリーなど主要な聖職者も反対意見を表明した。バースト・ウェールズの主教ピーター・プライスはキャンペーンは分別と現実感が欠如していると述べた。 サウザンプトンでは一人の運転手が広告のあるバスの運転を拒否し、雇用主は代わりの運転手を見つけることとなった。テレビ評論家、チャーリー・ブルッカー、音楽家、ラビシファー、哲学者 AC ・グレーリング、作家ゾイマー・ポリスの他キリスト教、シンクタンクの責任者、ポール・ウーリーは神について考えている人を捕まえることができると考えて寄付に参加した。 ゲーレズビアン・ヒューマニスト協会も主要な支持者である。著名人では、ドーキンスの5500ポンドが最大だが、最高額は、匿名の寄付者の2万ポンドである。広告の極は無神論者とキリスト教徒の間で、議論を引き起こした。リチャード・ドーキンスは、ほとんど、間違いなくいないという言い回しを好むと述べた。アリアンシェラインは、神の存在の反証を挙げることはできず、従って、 その広告が正確であるために必要だと主張した。DJ テイラーはキャンペーンの交代だと感じたが5区の挿入に賛成した。AC グレーリングや他の支持者は反対したがこの区の挿入は ASA の規則を避けることもできるために採用された。イタリアキャンペーンでの当初の広告このキャンペーンに触発されアメリカヒューマニスト協会は2008年12月に ワシントン DC で、なぜ神を信じるのか。ただ全人でいるだけでいいというスローガンとともに、同様のキャンペーンを開始した。2009年2月には、宗教からの自由財団が様々な引用をスローガンにバスキャンペーンを開始した。オーストラリア無神論財団は、無神論理性の賛美というスローガンでキャンペーンを行おうとしたが、オーストラリア最大の野外広告会社、 アップンアウトドアによって拒否された。タスマニアでは類似したキャンペーンが国営バスによって拒否された。合理主義無心論と不価値論のイタリア連盟はジェノバで2009年2月から同様のキャンペーンを行おうとした。イタリアのスローガンは悪い知らせは神はいないことです。良い知らせはあなたは彼を必要としないことですだった。ジェノバで広告ライセンスを握る会社。 イゴデコは公衆の道徳と宗教的信念を損なうかもしれないという理由でキャンペーンを拒否した。イタリアの公正取引委員会のアントニオ・カトリからはその広告が潜在的に危険で不正直な性質のために無神論バス運動に対する調査を開始したと発表した。それに応じて連盟は良い知らせは何百万もの無神論者がイタリアにいることです。 最高の知らせは彼らが表現の自由を信じることです。という新しいスローガンを用意した。スペインでは英語を直訳した、神はおそらくいないというスローガンで1月12日にバルセロナから開始された。1月末にはマドリードとバレンシアでも始まった。このキャンペーンはカトリックから批判を受けた。カナダではトロント交通局が承認し、バス、トラム、地下鉄、 高速鉄道でイギリスと同じスローガンで始まった。ケベックヒューマニスト協会の要請で、モントリオールでも3月からキャンペーンが始まった。ハリファックスとオンタリオ州ロンドンでは拒否された。首都のオタワでは最初に拒否されたが、市議会によってその判定は覆され、許可された。ブリティッシュコロンビア州のバンクーバー、ビクトリア、ケローナでは、 宗教的な広告が許可されていないという理由で拒否された。フィンランドでは同様のキャンペーンが最大の都市ヘルシンキとタンペレで3月から始まった。ありがとうございます。